野菜は肥料を多く好む作物が一般的に多いと言われています。そのためには肥料を安定して長い期間効き続ける、そういった土の配合が重要になります。ここでおすすめしたいのがこちらの牛糞堆肥です。牛糞堆肥はこれ自体低濃度の肥料としても使うことができるんですが、それ以上に機能的なのがこの中に含まれている微生物です。この微生物が土の中の養分をゆっくり分解をして根に吸収しやすい形に変えていってくれます。ですのでプランター栽培でも野菜の土を購入された方、ぜひですね、1割程度の牛糞堆肥を混ぜてみてください。